見てください。何か大きな機械が動いています。これって CT スキャナーでしょうか？でもスキャンされているのは人ではないようです。おや、今度は何か黒い液体です。色違いで何種類かあるみたいですよ。こちらには外国の方が座っています。授業を受けているようにも見えますが、ここは一体どこなのでしょう？ジョグメックの拠点を訪れる拠点探訪シリーズ、今回は千葉県の幕張にあるジョグメックの技術センターを訪れました。早速覗いてみましょう。建物に入ると何やらロケットのようなものが出迎えてくれました。これ実はジョグメックが開発したジオパイロットと呼ばれる機器の模型だそう。石油や天然ガスを生産するために掘る穴の角度を正確にコントロールできる革新的な機械だそうです。他にも様々な模型が並んでいます。石油や天然ガスの生産方法を紹介している模型だそうですが、見ているだけでなんだかワクワクしてきますね。さてロビーを後にして左側にあるゲートをくぐります。どんな光景が広がっているのでしょうか？最初にやってきたのは実験室でしょうか？あ、研究されている方がいらっしゃいます。お話を伺ってみましょう。すみません、その黒い液体は何ですか？はい、この黒い液体は原油です。原油は酸素や成分によって色味がまちまちで、ここには資料としていろいろな地域の原油のサンプルがあります。この白っぽい筒状のものは油田の岩石だそうです。この石はコアと呼ばれ、油田の状態を知るための大事な資料のようです。研究のために世界各地から資料を収集し、日々研究に利用しているといいます。ジョグメックにはこうした原油や岩石の構造を調べる機械があるみたいです。あれ、これって放射線のマークですよね。小窓の奥にあるのは CT スキャナーじゃないですか？医療用の機械がなぜジョグメックの研究施設にあるのでしょうか？お話を伺うと、先ほど見たコアをCT スキャナーに通すことで岩石の中に油が詰まっている穴がどれくらいあるかや、油がどういうふうに流れるかが正確にわかるといいます。他にもここには電子顕微鏡や油田の様子を 3D で再現するシミュレーション機器などもありました。こうした機器で原油の成分や粘土、油田の岩石構造を調べることで、油田から原油を効率的に取り出す方法やその経済性を知ることができるのだといいます。この技術センターにはもう一つ、資源の安定供給に欠かせない役割があるそうです。こちらの部屋で行われているようなのですが、授業でしょうか？ここでは長期だと思うけど、彼は両方。すみません、こちらでは何をされているんですか？日本には油田や鉱山を見つけたり、資源を安全安定的に生産するための高度な技術があります。そこでここでは資源国から技術者を招き、技術研修を通して日本の技術を資源国に伝えることで資源国との関係強化を推進しています。そうなんですね。日本の技術が世界に伝わり、それが
資源の安定供給につながっているなんて驚きました。普段何気なく使っている資源もこうした努力があって私たちのところまで運ばれてくるんですね。この技術センターは2019年で設立30年。今の日本が資源を安定的に確保できているのも研究者や技術者、研修講師陣をはじめとしたこの施設で活躍している全ての人の地道な努力の成果なのでしょう。最後に技術センターの未来を担う若手職員に目標を語ってもらいました。多様な技術を総合的に運用することが求められるシェール開発分野において日本企業及び機構の適切な技術的評価に資するよう最新技術と現場の問題点の両方を深く理解した人材になりたいと考えております。日本国内外の地下にはまだまだ石油やガス、メタンハイドレートといった資源が眠っていると考えています。ここジョグメックの TRC からそれらの新しい情報やポテンシャル、資源量といったものを一ジオロジストとして発信していけたらと考えています。 TRC にあるさまざまな機械で得られたデータは技術者の考察があって初めて意味を持つものになります。なぜこのような結果が得られたのか、その結果を踏まえて何を改善していけばよいのか、こういった問いに的確な答えを出せるような技術者になることで TRC が持つ技術の信頼性を高め、ひいては資源の安定供給へ貢献していきたいと考えています。